冒頭私からは3件です。本日令和2年度文部科学白書を閣議で配布をいたしました。今回の白書では特集として3つのテーマを取り上げています。1つ目の新型コロナウイルス感染症下における文部科学省の取り組みでは、文部科学省がこれまでに実施してきた新型コロナウイルス感染症への対応、2つ目の令和の日本型学校教育の構築を目指してでは、本年1月の中央教育審議会答申の内容を中心とし、これからの初等中等教育の目指すべき改革の方向性と具体的な方策、3つ目の研究力向上のための若手研究者への支援では、10兆円規模の大学ファンドの創設や、それに先駆けた博士後期課程学生支援の抜本的な拡充について紹介をしております。また今回は、記載内容、分量の厳選や、解説動画の作成など、読み手にとって分かりやすい白書の作成や、その有効活用を目指した改善も実施することとしております。文科省としては、今回の白書で取り上げている施策をはじめ、文部科学行政のさらなる充実を図り、でいきたいと考えております。2件目ですが、著作権法については社会の変化に着実に対応するため、これまで累次にわたる制度改正を重ねてまいりましたが、昨今の急激なデジタル化により、誰もがコンテンツの創作を行い、さまざまなユーザーがコンテンツを容易に利用し、さらなる創作が行われるようになるなどの環境の変化に対応することが急務であります。このため昨日、デジタルトランスフォーメーション時代に対応した著作権制度政策のあり方について、文化審議会著作権分科会に出席し、直接諮問を行いました。 DX 時代においては、社会の変化や技術の進展に対応し、クリエイターの権利保護、適切な対価還元と利用円滑化の両立を図ることを基本としながら、コンテンツ創作の好循環を最大化していくことが重要です。文化芸術をはじめ、我が国の発展の基盤となる著作権制度、政策を総合的にご提案いただきたく、文化審議会における積極的なご議論を期待をしております。3件目です。鳥取県の米子松蔭高校が夏の甲子園大会の予選となる県大会において、学校関係者の感染をもって大会の規定により出場を辞退した件について、私からスポーツ庁に指示をし、日本高野連を通じて鳥取県の高野連に対して、生徒の貴重な成果発表の機会を確保するという観点からの対応をお願いをしてまいりました。その後、昨日夕方、大会主催者である鳥取県高野連の理事会において、対戦校の理解を得た上で米子松蔭高校の再試合が正式に認められたと伺っております。私としましては、これまでも部活動をはじめとした子どもたちの貴重な成果発表の場となる大会の開催や生徒の参加について、大会主催者や都道府県教育委員会等に対し適切な配慮をお願いをしてまいりました。今回の決定に対し、まずは鳥取県高野連の対応に感謝するとともに、選手たちにとって改めて貴重な舞台が設けられたことを大変喜ばしく思っております。他方、高校野球に限らず、今後開催される他の部活動大会においても同様の事案が発生しないようにすることも重要であるため、各大会における生徒の参加の可否について、それぞれの主催者において適切なご判断をいただけるように、今までも出してきましたが、改めて大会主催者等に対して本日通知を発出したいと考えております。文部科学省としては、コロナ禍であっても可能な限り子どもたちの貴重な成果発表の場を確保することの重要性を関係の皆様に十分ご理解いただけるよう周知徹底に努めるとともに、引き続き部活動を含めた子どもたちの健やかな学びの確保のために、関係団体等との連携協力を図ってまいりたいと思います。私からは以上です。感謝の毎日新聞の大久保です。感謝から1点質問させていただきたいなと思います。今お話のございました米子松蔭の件なんですけれども、
文部科学省というか、スポーツ庁の方のですね、QA の方では、基本的にその感染者が出た場合はその参加は認められないんじゃないかというような考え方だと思うんですけれども、その濃厚接触者であるとか、その校内感染者であるとかっていうのは非常にそのグレーな部分で、今回まさにその部分が出たというふうに思っているんですけれども、このあたり通知を改めて出すということですが、基本的にその適切な判断をということだと思うんですね。で、個別の事案でその主催者とか、かなりこう迷ったりとか判断迷ったりすることもあると思うんですが、そのあたりその個別に相談があればスポーツ庁として対応していこう考えがあるというあるのかというのが1点と、それからオリンピックが並行して開催されますけれども、そちらの方はその濃厚接触者であっても一定の要件のもとに参加が可能だというようなルールになっていると思うんですが、そのあたりの齟齬が今回あるという点も議論になった一因だと思うんですけれども、そのあたりのバランスというのは大臣どのようにお考えでしょうか。はい、各種競技大会における出場校の参加の可否については、地域の感染状況や競技の特性に応じて大会主催者において、学校や保健所が協議を行った結果などを踏まえてですね、個別事案ごとに適切に判断していただくものと考えています。で、その際文科省としては大会への参加が生徒にとってこれまでの練習の成果を発揮できる貴重な機会であることを踏まえ、丁寧に状況を把握した上でご判断いただきたいと思っております。なお、大会の安全な開催にあたっては、スポーツ庁、文化庁において、全国大会等における感染拡大予防ガイドラインも定めておりますところでありますが、大会主催者においては、国のガイドラインや各競技団体が策定しているガイドラインも踏まえ、十分な感染症対策を講じていただきたいと考えております。今回の件は県の高野連がですね、独自に作ったガイドラインの中で、出場を見合わせてほしいというような判断に至ったと承知してますけれど、これ私何度もこの場で去年からですね、例えば陽性患者が出た場合は保健当局とまず相談をして濃厚接触者の特定をしてもらってくださいと。で、その場合その当該学校区域の県内とか市内の感染状況も踏まえた上で、そういった専門家の判断で必要があれば学級閉鎖、あるいは学年それが他のクラスにも及ぶということであれば学年閉鎖という、そういう基準は今までも示してきましたので、これは部活動であっても当然学校行事の一環でありますから、私は本来県の教育委員会の方がもう少し相談に乗ってあげてもよかったんじゃないかなというふうに思っているんですね。で、実は誤解を恐れず申し上げますけど、高野連という組織は高体連に入っていない、ある意味独立性の高い組織なもんですから、したがってその独自のルールというのがもしかするとあったのかもしれません。で、そこはちょっと私も確認してないんですが、同様のことが実は全国で起きてまして、今月末に静岡県で行われる小学生の水泳全国大会、これは主催者はあくまで NPO 法人なんですが、スポーツ庁も講演してますし、もっと言えば36年間続いてて、小学生にとってはもうまさに小学生のオリンピックのようなですね、権威ある大会なんですけれども、緊急事態宣言の出ている東京や沖縄からの出席がかなわないという事態が生じましたので、こういったことについても詳しく説明をさせてもらいました。で、なぜこういうことが起こるかというと、主催者がその NPO 法人なもんですから、我々が通知を都道府県の教育委員会や市町村に出しても、なかなかそれが主催者まで届いてないということが今回分かりましたので、高野連ももしかしたら届いてなかったのかもしれません。必ずしも一律の対応というのはなかなか想定できないと思うんですね。それは感染が広がっている自治体内で行われている大会なのか、そうじゃないのかということも含め、いろんな事情はあったと思いますけれども、そこは私、今までも文科省としてしっかりガイドライン通知を出してきたつもりでおりますので、改めて今回のようにですね、例えば野球部員と全く接触をしてないであろう学校関係者が陽性が出たことによって、直ちにその野球部の試合ができなくなるという判断は、私は正しい判断ではなかったんじゃないかと思います。保健所等々と連携を取って、一定の専門家の解説を聞く時間というのは、試合日程などのいろんな事情もあったんでしょうけれど、もう少し丁寧にやっていただければこういうトラブルにはならなかったんじゃないかなと思ってまして、今後さらにこういうことがないようにできる限り分かりやすい通知を発出をしてまいりたいなと思ってます。今日改めて
発出をしたいと思います。すみません、五輪との、その五輪のルールとのバランスというのはどう考えますでしょうか。高校生や中学生にとっても、その人にとってはその生涯一度きりの大会ということを考えられるわけですけど、オリンピックの方は IOC で、国際的なルールを決めてこの大会に臨んでいらっしゃるので、アマチュアスポーツの場合はそれと全く同じ対応ができるかというと、環境的にも難しいところはあると思いますけれど、基本的にはできる限り発表の機会をしっかり確保するということを前提に、各都道府県の教育委員会とも連携してまいりたいと思いますし、困った時にはもうこれスポーツ庁文科省に相談をしていただいてですね、対応を考えていただきたいなと思っています。抗体検査 のキットですとか、あるいはそういったもの、移動のためのバスの利用ですとか、補正予算も含めて用意をしておりますので、そういったものを活用いただきたいなと思っています。ありがとうございます。それでは各社さんお願いいたします。質問の際は社名とお名前をおっしゃってからお願いします。どうぞ。NHK の馬場です。よろしくお願いします。米子の件で一点教えてください。スポーツ庁に対して大臣の方から指示されたということですが、これいつ頃どのような形でください。日曜日の段階で各方面からの連絡が入りましたので、秘書官を通じて、ぜひ事実関係をまずしてほしいと。それで、どうもこれは我々が望んでいる、方法とは違うんじゃないかと。特にその試合開始直前まで保健所が開かなかったことによって、衛生当局のコメントも指導も全くない中で判断を下してしまったというのは、やや問題があるのではないかということをもう一度確認をしてほしいということを申し上げました。で、鳥取県の高野連側は、試合の事情もきっとあったんだと思いますけれど、私ちょっと関係者に失礼なこと言っちゃったんですけど、学校数がそんなに多いわけじゃないんで、東京などのようにその1校試合がずれると、大変なことになるようなことはうまくやりくりができるんじゃないかということも含めてですね、試合の入れ替え、時間の入れ替え、第1試合と第2試合を入れ替えて検査結果や指導を待つとか、そういうことができなかったのかということも含めて確認をした上でですね、できるならばどういうルールになっているか確認をした上で、この場合はちょっとまだ本当に出場辞退をするまでの責任がある原因というか実情があるのかということをもう一度確認した上でですね、可能ならば再試合を模索してもらいたいということをお願いしたところです。どうぞ。読売新聞の福本と申します。オリパラ の開会式の楽曲制作に参加していたミュージシャンの山田圭吾さんについてですね、過去の雑誌に掲載されたインタビューでいじめ加害の体験で、批判が相次いで楽曲担当の辞任を申し出て、昨日受理されたかと思うんですね。インタビューの内容って30年近く前の話とはいえ、改めてその世間のいじめに対する厳しい視線というかが浮き彫りになったのかなというふうに思うんですけれども、直接の所管は組織委員会だとは思うんですが、教育を所管する大臣として受け止めがあれば教えてください。はい、まず教育を所管する大臣として、いじめは決して許されないことであり、いじめをなくすためにはその意識を社会全体で共有していくことが必要であると考えております。小山田さんの過去の言動について私は直接承知はしていません。今報道などで、明らかになっているものを承知しているだけですけれど、いずれにしましても組織委員会が、最終的な判断を、本人の辞任を受け入れてこういう形になったので、それ以上のコメントは控えさせていただきたいと思いますが、時代がどう変わろうとですね、いじめはあってはならない。これを文科省としてはしっかり貫いていきたいと思っています。大臣、次の日程がございますので、あと1問でお願いします。どうぞ。読売新聞の伊藤です。冒頭発言にありました文部科学白書についてお尋ねします。改めて白書で特に力を入れた点について大臣のお考えをお聞かせください。また猥褻教員対策への記述も充実させていますが、その狙いについてもお聞かせください。はい、冒頭も申し上げましたけれども、
大きく3つのテーマを特集として取り上げております。加えて読み手にとって分かりやすい白書の作成、その有効活用を目指した改善に力を入れてまいりまして、ただ厚きゃいいというんじゃなくてですね、コンパクトで中身の濃いものというものを今回チャレンジをしてみました。で、記載内容を厳選するための全体のページ数を削減すると同時にですね、QR コードをつけて、そしてそこから動画だとか参考資料なんかを読み解いてもらうような新しい仕組みを入れさせていただきましたので、DX 時代の新しい白書ということを文部科省として先頭を走らせていただいたという自負がございます。これからも改善につなげていきたいなと思っています。で、お尋ねのあった教員による子どもに対するわいせつな行為の対応については、これも大きな社会問題で、先の国会で議員立法ですけれども法律も成立しましたし、私も就任以来このことはさまざまな施策の変更をしてですね、文科省としてできる改善というのをしてきたつもりでございますので、改めてその重要性を国民の皆さんにも発信をさせていただくとともに、子どもを守り育てる立場にある教員が子どもにわいせつな行為を行うことは断じてあってはならないという、この意思をですね、明確にさせていただいたところだというふうに思っておるところでございます。そういう思いを持って作らせてもらいました。特に、令和の学校という新しいスタイルでギガスクールですとか少人数学級ですとか、まさに大きくフェーズが変わった年でもありますので、そういったこともぜひ引き続きですね、政策を前に進めていけるように今日閣僚の皆さんにも改めてお願いをしたところです。会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。